皆様こんにちは。オーストラリアゴールドコーストからライブ配信でお送りしておりますソーシャルメディア TV でございます。さて、今日のテーマなんですけども、こちらです。日本語道、人生を変える教えとはということで、今日は、ソーシャルメディア TV のハウススタジオの方にゲストをお迎えして、ライブ配信でお届けしてまいります。はい、皆様改めまして、こんにちは。今日のゲストをご紹介させていただきます。サンシャインコーストゴールドコーストから車で北上して2時間ぐらいの距離になるんですけども、今日は朝早くからお越しいただきました。改めてご紹介させていただきます。それでは自己紹介からお願いいたします。ゆか先生からどうぞ。はい、はい、サンシャインコーストからやってまいりました、日本語道の JALC の、小島バンダのゆきかです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてお隣の直美先生お願いします。はい、私も同じく日本語道の JALC の森本直美と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいですね。今日はスタジオの、ね、ライブ配信ということで、ゲストの視聴ゲストのお客様にもお越しいただいています。後ほど、ね、じっくりゲストコーナーもございますのでご紹介してまいりたいと思います。ゲストの皆さんよろしくお願いします。それでは改めましてですね、お二人の方にカメラの方を戻していきたいと思いますけれども、今日のライブ配信とても興味深いんですけれども、日本語道、ね、人生を変える教えとはというテーマでお送りしてまいりたいと思います。はい、それでは早速こちらなんですけれども、日本語道、JALC というふうに、頭文字を取っているんですけども、ジャパンオーストラリアランゲージセンターという日本語の、先生を、ね、養成する講座がサンシャインコーストの方であるんですけども、この日本語道、ね、なんかとっても素敵な響きだと思うんですけども、この日本語道についてまずは、お二人の先生にご紹介をしていただきたいと思いますけども、こう日本語道っていうのはゆっか先生どういう思いを込めて命名されたんでしょうか。そうですね、まずその私ずっともう物心ついた頃から、はい、日本語っていうものがまあ大好きで、まあ、当時は日本語ではなくて国語っていう認識でしかなかったんですけど、うん、でまあ全然、まあ、なんでここ住んでるのかわからないぐらい英語よりも日本語大好きだったんですよね、はい、でまあそれをずっと貫いてきた結果、そのいわゆる道、日本語道の道は道って書きますけど、はい、茶道ですとか、書道ですとか、はい、剣道、武道などに代表されるような、いわゆるその哲学にまで通ずるような、まあ、簡単に言ってしまったら、こう、どれだけこう、マニアックに、その道を突き詰めるかっていうことでしかないんですけど、オタクですね。はい、オタクですね。なるほどね。っていう意味を込めて、まあ、日本語道と、まあ、その辺もですね、うん、私は、まあ、ただ単に好きでやってただけなんですけども、はい、まあ、相棒の直美さんが、まあ、私がやってることは、こういう感じのことなんじゃないかっていうのを結構客観的に、いろいろとアドバイスしてくれたこともありまして、はい、この日本語道っていう形にまでこう、なんか客観的に、位置づけができるっていう感じですかね。はい。なるほどね。はい、そして、こちらの JALC さんなんですけれども、オーストラリアのクイーンズランド州、まあ、オーストラリアととても大きな国なんですけれども、まあ、地図を見ていただきますと、オーストラリアの右側の方ですね、東海岸の方なんですけれども、はい、ゴールドコーストがそのちょうど真ん中ぐらいにありまして、下の方に行きますとシドニー、そして上の方に上がりますと、まあ、ケアンズなんていう都市もありますけれども、まあ、ゴールドコーストと、まあ、ケアンズの、まあ、真ん中にブリスベンという大都市があります。まあ、クイーンズランド州の州都なんですけれども、そのちょっと上ですよね、1時間ぐらい車で上がったところにあるんですが、はい、またどうして、今回ですね、サンシャインコーストというふうな地を選ばれたんでしょうか。まずちょっとそのあたりからお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、はい、まあ、その、まあ、サンシャインコーストに移転するちょっと前のところも軽く、はい、ご紹介したいんですけれども、はい、させていただきたいんですが、実はこの JALC はシドニーでもすでに10年近い実績がありまして、はい、で、まあ、その実績をもとにずっと続けてきていたんですけども、まあ、ちょっとまあ転換期が JALC 自体にあって、はい、で、まあ、その転換期の時に私と、まあ、ゆきか先生と私で新しくその会社を作っ
で、まあ、ジャルクを引き継いでいけるっていうなんかチャンスが巡ってきたんですね。でその時に、うん、まあ、あのどうしようっていう話があって、で、まあ、そもそもね、吹川先生とその旦那様の、まあ、旦那様のご実家というか、まあ、ゆかりのあるそのサンシャインコーストっていう話も少しあったりもしたんですか。うん、まあでも、うん、まあ、ぶっちゃけ直感でサンシャインコースト、うん、っていうのが大きかったかな。そうですね、まあ、うちの、まあ、夫の実家に、うん、まあ、近い、まあ、実家といってもハービーベイなんで、はい、もうちょっとさらに3時間ぐらい、うん、サンシャインコーストから上になりますから、うんうん、そうですね、うんうん、でもやっぱり一番は私もそのサンシャインコーストっていうのが出た時に、はい、私も全然実はよく知らなかったんですね、サンシャインコースト。知らなかったんですね、うん、だけれども、あのゴールドコーストでもなくて、下の南にもね、メルボルンっていう素晴らしい都市もあるんですけれども、はい、そこでもなくて、何かこう今後そのジャルクで私たちがやりたいことをやろうと思うと、なんかサンシャインコーストでできる感じがすごくやっぱ直感ですけれども、はい、して、で、まあ、それと同じ時期なんですけども、あのまた後でも詳しくお話ししようと思うんですが、まあ、あのいわゆるこう世界のスピリチュアルなことをしている方々、あの、はい、エンジェルヒーリングとかリーディングで有名なドリンバーチューとか、あとあの過去性療法みたいなものをあの、まあ、提唱しているあのワイズ博士とかですね、まあ、彼らがあのセミナーをやっているのが実はサンシャインコーストなんですよね。サンシャインコーストの、あの、まあ、あるリトリートでやっていて、で、あの私もずっとそのドリームバーチューのワークショップに出たいと思ってたんですけれども、はい、あのずっと何かこうちょっと、まあ、時間的な問題だったり金銭的な問題とかね、結構3泊4日でがっつりやるワークショップなのでできなかったんですけれども、そのもしかしたらサンシャインコーストに移転するかもみたいなタイミングで、うん、そのドリームバーチューのワークショップに行ったこともあって、ですごくやっぱり実際に肌でそのエネルギーの高さっていうのを感じて、うん、でそういったあの世界の、まあ、そういったこうあの、まあ、先駆者の方々がスピリチュアルと言われている方々がそこであのワークショップをする理由っていうのがすごく分かったんですね。うん、なんかそれもあって、うん、あのここならなんかこう やれるかもしれないっていうか、うん、っていうのが大きいですね。あの時ってドリームバーチューのワークショップに、うん、直美さんがシドニーから来た時って、はいはい、まだなんか 100% サンシャインコーストにするって決めていなかったというか、そうですね、まあ、私はもうサンシャインコーストと思ってたんですよ、うん、でも直美さんは実際に来るまでは、うん、こう、まあ、ゴールドコーストの方が有名だしとか、うん、まあ、いろいろやっぱり客観的にいろいろ考えてくれていて、そう、日本人も多いし、うん、ですね、で、まあ、確かにでみんなに周りの人にはなんでサンシャインコーストなのって本当に言われたんですよ。それ思いましたよね、必ず言われるんですよ、はい、必ず言われるんですけど、うん、なんか私の中ではそれこそガッツフィーリングじゃないけど、うん、いやサンシャインコーストなんだよね、まあ、そこは変える気がないっていうのがあって、うん、でそこへドリームバーチューのワークショップが来たから、ほらって思ってこれでなーちゃんも参考してくれるんじゃないかみたいな気持ちが私はありましたね。で実際やっぱりエネルギーを、うん、直美さんの方がすごくやっぱり敏感に感じる方なので、うん、サンシャインコーストでエネルギー感じてもらって決定したっていう感じですね。そうですね、あれは本当に後押しになりましたよね、うん、本当それで行ったのが2013年の11月、はい、ちょうどそのシドニーの、まあ、ジャルクがどうなるんだっていうような時期だったので、うん、はい、まあ本当にじゃあ私は、まあ、実際にサンシャインコーストに行ってみて、ここでも新たにゆっか先生と一緒にこう出発、うん、再出発していきたいなっていうのの、あの本当に後押しになって、でも不思議なことはたくさんいつもね起こりますけど、 その時にも、まああのまあ、借りていたその部屋、お部屋から外を眺めていて、まあ綺麗だなと思って写真を撮ったんですね、海辺の写真を、そしたらなんかサンシャインコーストで来た時に、はい、そしたら何かあの全然私は意識してなかったんですけれども、写り込んだ写真を見ると多分鷹だと思うんですけど、鷹がすごくこう、なんだろう、翼を広げた状態で写真に写ったんですね、うん、でそれって普通に iPhone ですよ、うん、多分一眼レフとかでもすごい連写しないときっと写らないんじゃないかみたいな、うん、こう羽ばたく瞬間みたいなのがこう写っていて、うん、なんかすごくなんかそれでも私はこう啓示を受けたというか、そうなの、初耳それあの実は Facebook には投稿しているんですけど地味に投稿してて、で何人かの人はすごい写真だねみたいに、あ、それは見たかな、言ってくれてるんですけども、うん、もしかしとかもう本当にいろんな、なんか直接聞いたの初めて、うん、だし、あの
そのドリームアーチュのワークショップでも300人を超える大きい大規模のワークショップだったんですけども、でまあ本当に世界中からも来るんですけれども、まあ、もちろんオーストラリアの各州からも、あの人が集まってるんですけど、私も単身で行ったんですけど、本当になんか座るたびにサンシャインコーストの地元の人に会うんですね、で全然でも多分数で言えばシドニーとか大都市から来てる人の方の参加者が多いはずなのに、全然そのサンシャインコーストのローカルの、いや今日はバスで来たとかね、そういう方が隣になって、で私にすごいサンシャインコーストの良さとか力説してくれて、あのいやもうそういうね人が集まることをしたいんだったらサンシャインコーストだよみたいなことを、あのもう、3、4人以上かな、何か隣に座るたびにそういうふうに言われて、なんか本当にもう後押しで、まあ、くるべくしてきたっていう感じですよね。実際決めてから、そのワイズ博士も実はワークショップやってるとか、で分かった割とその最初になんとなく決めて、なんとなく直感で決めた後に、こういう理由だったからなのかっていうのがたくさん出てきた感じですよね。で実際あのこれね、先ほどもちょっと話に出たんですけど、あのサンシャインコーストのだいたい真ん中ぐらい、サンシャインコーストすごく広いんですけど、その真ん中ぐらいにあるクーラムっていう場所に、マウントクーラムっていう大きい、まあ、まあ大きくもないけど山みたいなところですね。お写真確かに使っていますよね。ちょっとじゃあお写真をお預かりしてますんで、マウントクーラムという山があるんです。あるんですよ、すごくビーチまでが望めるような、すごく本当にビーチに近いところにあるちょっとした山なんですけど、あのそのマウントクーランが実はオーストラリア の、あの有名なエアーズロックありますよね、あのエアーズロックの次に大きい一枚岩だということで、それはじゃあエアーズロックの次ぐらいにエネルギーが高いはずだということで、まあすごくあそこが一番感じるよね。そうですね、やっぱりマウントクーランのエネルギーがこうサンシャインコースト全体のエネルギーをすごくこういい感じに安定させている感じで、でそもそもなんですけど、もうちょっとお話を大きくすると、オーストラリアってまあ皆さん今オーストラリアに住まれていて感じてると思うんですけど、エネルギー高いじゃないですか、でそのなんか根拠っていうのもだいぶ前になんか、それこそ日本語を習ってくれている構造エンジニアの方が教えてくれたんですけど、なんかこう例えば日本とかですと、建築をするときにかなりその基礎をかなり深く掘らないと土砂がたくさんあるので、こう硬い岩までたどり着くのに基礎を築くためにこう建築にすごくお金がかかるけど、オーストラリアは土砂がない状態で、要は地球のなんかちょっと一枚中の核の部分が外に出ちゃってる状態なんだよって言うんですよ、なので結構そんなに掘らなくても基礎が安くできちゃうんだよね、建築がなんて言ってまして、ってことはそもそもやっぱオーストラリア自体がすごくこう地球の中でも、まあ地球からしたら小さい規模かもしれないんですけど、我々人間からするととてもこう土砂がない分、地球の核に近づいた場所にいるっていう状態らしいんですよね。なのですごくこうオーストラリアに来て、本来の自分のやりたいことを見つけたりとか、すごくこう素直になったりとか、いろんななんかこうエネルギー的なこうものを感じて開花してしまう人って結構周りにたくさんいるんですけど、皆さんもいらっしゃると思うんですけど、なんか素になれるというかね、自分のこう魂にこう入りやすいというか、っていうのはあるかもしれない。そもそもそういう素地がオーストラリアにある上で、その中でのまあ一枚はエアーズロックときて、サンシャインコーストのクーラムっていう感じですかね。まあ私たちの住むオーストラリアっていうのはとてもまあ古い大陸ということもあってですね、ここのオーストラリアに白人のね、あのイギリスの方から皆さんがやってくる前からずっとこうね長く住んでるアブリジニのね民族の方なんかもこうたくさんいるわけですけども、今ちょっとクーラーの話が出たんですけども、メアズックといえばね、このアブリジニのね、もともとこのオーストラリアに根付いていた人たちの聖地って呼ばれてたりとかねする土地があるんですけども、そんな意味ではオーストラリアってかなりその土地のエネルギーの高いエネルギースポットっていうのは多い国ではありますよね。そうですね、そして、
こうしたエネルギーの高いオーストラリア、そして、まあ、お二人が選んだのがその中でもサンシャインコーストということなんですけども、そのサンシャインコーストで今、なさっているお仕事というのが日本語の教師を養成する講座を、なさっているということですね、うん、まあ、シドニーから引き続きということで65が叶えると卒業しました、うん、すごいですね。早速ではその養成講座の話の方を伺っていこうかなと思うんですけども、はい、日本語の教師養成講座というと私のイメージでは、日本の先生が、日本語を話されない生徒さんに日本語を教える先生が日本語養成講座で学ばれてるってことになりますよね、はい、ああ、なるほど。で、まあね、そういった例えば日本語養成講師養成教師を養成するのであればオーストラリアじゃなくてもいいのかなっていうのがちょっとあると思うんですよね、うん、ここはまたなぜあえてオーストラリアで、うん、お勉強するという意義があるのかなと思うんですが、うん、このあたりいかがでしょう。まずいくつかやっぱりあるんですけれども、はい、そうですね、一つは大きいのは、うちのコースが最短で11週間で終わるようにはなっていて、はい、ですので、観光ビザでも、思い切って来ていただく来て、就労できるようには設定してあるんですしてるんですけれども、はい、なのでその短期集中の10週間の間は月曜日から金曜日もしっかり9時4時で集中して、講座に今入ってもらいますので、はい、日本にもあるんですけれども養成講座でもやっぱりどうしても、日常生活も続けながら例えばパートタイムの養成講座なんかもたくさんあるんですけれども両立するっていうのも結構大変だったりとかでその結果パートタイムだと長い時間がかかってしまったりして、はい、ちょっとモチベーションをね持続するのが難しいとか、あとはその短期のコースもあるんですけれどもやっぱりでも日本にいる間ってやっぱり自分の日常がずっとこう続いているのでどうしてもこう邪魔が入りやすいというか、そうですね、気が散ることも多いですもんね、日常でね、そこをもう何か、いわゆる短期留学のカテゴリーになるのでもう全て何というのかな、日本にいた時の自分はもう一旦こう捨ててくるではないんですけれども、はい、一回切り替えて、オーストラリアで、新たな一歩を養成日本語教師としての、勉強をそこで始められるっていう、一つその集中できるっていう利点があると思うんですね。そうですね、リトリート的な、そうですね、感じですかね、そういったその集中講座ということもあって、その3ヶ月間に日本語教師のスキルも学ぶんだけども実際こう受けた方がね人生が変わるというようなそんな講座でしたっていう話も結構こう耳にすることが多いんですけど、そのあたりちょっとすごく興味があるんですけども、こうライフチェンジングプログラムというか、自己啓発的な、そういったものもこう盛り込んであるということなんですが、このあたりはどんな授業をなさってるんでしょう、ゆっか先生。そうですね、はい、なんか改めてそうやって言っていただくと、確かにその本当に卒業生はよく言ってくれるんですよ、人生が変わったとか、でも改めてそういうプログラムが入っているっていうことでって言われると別にそういうプログラムを組んだ覚えはないっていう感じで私はそうなんですよね、気がついたらこうなっていたっていうところが実は正直なところで、でも多分、その私のスタイルがその日本語道っていう先ほど道で紹介させていただいたように、やっぱりその突き詰めていくっていうことと、一人一人のやっぱりその受講生の方々と向き合っていくんですよね、っていうのも、そもそも何でもそうかもしれないんですけど、私教師しかしたことがないので、教師に皆さんなりたいんであれば向き合わなければいけないその学生っていう人たちが将来待ってるわけですよね、でその学生に向き合ってもらうためには向き合うってこういうことだよっていうことをやっぱり示していかないと思ってますし、やっぱりその機械を相手にする仕事じゃないですから、人と向き合うってどういうことなのかっていうことと、人と向き合うにはまず自分と向き合わないといけなくなるので、その自分と向き合うっていうその工程ですか、っていうことがどうしても何でしょうね、そのプログラムを入れているというよりは、例えば一つの模擬授業をやっていただくとしますよね、生徒の方に、その模擬授業のスタイル一つとっても、そこでその人が気にしていることっていうのが出てくるんですよね、でその一人一人の受講生が気にされていることがなんかこう
ただ授業を受けてるだけじゃなくて、前に立って何かをやっていただくことで、すごくこう明るみに出てくるんですよね。分かりやすい課題だ、個人個人の。でそこにこう向き合っていくお手伝いをするっていう感じですかね。なるほど。その結果皆さん自分に深く向き合っていかれるので、はい、結果として人生が変わるっていうことになってるのかなというのが私の思うところなんですけど、合ってます。合ってると思います。あのなのでそこに多分ゆきか先生自身の意図はあまりなくて、なんか変えようとか、なんかそこに変にあの私たち教師が意図があると、私はかえって受講生だったりその教えてる人たちを何か、なんていうの、ダメにするっていうことはないんですけど、結局誰も人は変えられないと思うんですよね。人っていうのは本人が変えたいと思うとか、本人があここをこうしていきたいってこう自発的に湧き上がるものがない限り、本当の意味での変化っていうのは起きなくて、なのであのそのなんていうのかな、ゆきか先生の役割っていうのは、あのそこのどう変えたいと思ってるかをこう金脈というのかな、を当てるというか、はい、そこがに普通の人っていうのはこうそこが実は一番隠したいところだったりとか、うん、蓋をしたいところだったりすることが多いんですよね。例えば、まあ、何でも、うん、一番その言われると嫌なところ、私とかがたくさん人によってあると思うんですけど、時間にルーズだとか時間に遅れるところとか、すごく私は自分ができてないのですごく嫌なんですけど、でもそこの裏に何があるかっていうと、すごくその人に迷惑をかけてはいけないとか、遅れることイコール本当に私はすごく迷惑をかけてるって自分で責めちゃうとかね、自分は大変ですよね。そうそうそう、自分を責めちゃうんですけど、その時にそのゆきか先生の役割っていうのが、でも時間に遅れるっていうその最初の見えてる状況症状ではなくて、それを隠そうとする私には何があるのかっていう、その奥にある金脈をこう掘り当てていく。でそれがそのさっき話があった模擬授業とかで先生をやるんですね、それぞれ受講生が、まあ、実際に授業を組み立ててやってみる、もうそういう実践がすごく多いんですけども、その中でやっぱり学習者の間違いが指摘できない人だったりとか、あの自分ができなかったことに対して嘘をついたりとか、分かりやすい例ですけど、っていう受講生は本当に、まあ、普通多いんですけども、でその中でその嘘をついたことを責めるのではなくて、責めるというかこう突き詰めるんじゃなくて、なんで嘘をつかないといけないのっていう、そこの奥にあるものは何っていうところをすごくこう、そこに何かもっと光る輝く、その人がそれを本当は見に行けばもっと成長できるっていうのを、もう多分直感的に分かる方なんですよね。なのでその金脈って本当に自分も分かんないし、私も実際ジャルクに来るまで分かってなかったことが本当にたくさんあって、それをなんかそういうふうに探し当ててもらったことで、なんだそんな蓋っていらなかったのかって、認めちゃえばよかったのかっていうことがすごくあるんですよね。なのできっとその受講生もよもや自分がそんなことを隠してると思わなかったとか、そんなその自分の、まあ、心の闇だったりとか、蓋をしたい嫌な癖だったりとかっていうところの奥に、本当に自分のその輝きたいところがあったとは知らなかったっていうことで、そこをもっと出せるようになったり、もっとまあ自由に自分らしくなるっていうことで、あのなんだろうな、うん、人生が変わったっていうか、まあ変わったというかこう生き方が変わったっていうのかな、まあ、物事の捉え方とかが変わったっていうふうにきっと言ってもらえてるんじゃないかなと思うんですね。皆さん楽になっていくのが分かりますよね。うん、たくさん泣いてね。そうね。たくさん泣いたり笑ったり。泣く場面が多いですね。なるほどね。すごいですか。はい、そして、お教室の様子をお写真でお預かりしていますのでご覧いただきましょう。はい、これ養成講座のね、はい、模様が映ってますけど、非常に少人数制の密度の濃い感じの、ね、そうですね、養成講座になりますよね。はい、本当にそのある意味あの日常から切り離して外国に来るっていう覚悟が決まっているところで、コミットもね、きっと皆さん、ね、来るんじゃないかなと思いますけども、うん、そうですね。で、そして、まあ、教室にはこうした、テラスですかね、はい、こちらでパティオなんて言いますけど、テラスがあって、まあ、こういったところで、これがあれです、養成講座の様子ですか、それとも何か、多分ランチタイムですね、休憩時間ですよね。そうですね。
なので一応ランチタイムとか休憩時間やまたは、まあ、空き時間なども開放、はい、その辺を開放しているので、まあまあ、時期によるんですけどね、夏結構ね、はい、暑いこともありますけど、まあ、でもここ結構あの影日陰があって風が通るので、まあ、こういったとこでこう、まあ、憩いというかちょっとうさばらしも、うん、はい、できるような感じで、実はこの奥ずっと芝生が広がってて、はい、ブランコなんかもあったりして、ありますね、はい、はいはい、なるほど、巣に戻れる感じになってます。まあ、フルタイムというかね、月曜日から金曜日まで朝9時から4時まででしたっけ、夕方の ね、うん、そうですね、もう週5日ということで、まあ、ビザはね、スチューデントビザではなくて観光ビザとかでいらっしゃれるということですけども、うん、まあ、学んでいただく時間的には本当にフルタイムの状態で皆さん勉強していただくということで、うん、それでまあね、夕方の授業が終わった後にこうした交流の場なんかもあるんです。これはどんな時の場面ですか、今映ってるのは。これ多分誰かのウェルカムパーティーだったり、そうですね、そう、歓送迎会、歓送迎会ですね、そうですね、学生が10週間で終了するんですけれども、ちょうど半分の6週間ぐらいで新しい期が来て、まあ、先輩後輩が一緒に同時進行で学べるようなシステムになっているので、まあ、約1ヶ月ちょっとおきぐらいには誰かが入ってくるし、誰かは卒業していくみたいな、そういうサイクルになっているので、まあ、その度に、まあ、こういうそのジャルクの裏庭の、はい、パーティーで、まあ、パーティーをして、うん、まあ、これはそのパーティーがもうお開きに近い感じの、はい、まあ、火を囲んで、ちょっと、まあ、冬、今ね、寒いので、まだなかなかなんかお開きとは、はい、なんていうかな、なりにくくって、みんなこう、名残惜しい感じですよね。オーストラリア人の日本語を習ってる方々も、一緒になって、はい、交流してる感じですね。お互いにいいですよね。日本語に興味ある皆さんも日本語の会話を聞きたいでしょうし、うん、自然な感じでランゲージエクスチェンジみたいな、そうなんですね、なりますよね。なるほど。じゃあ続いての資料いきましょう。こちらです。日本語セラピーって、これはどういう授業になるんでしょうか。そうですね。まあ、一応、JALC は今ご紹介させていただいたように日本語教師養成講座と、はい、あと今ちょっとお話が出たんですけど、パーティーのところで、日本語を勉強している日本語学習者がいる日本語クラスがあって、はい、で他にも、まあ、各種いろいろセラピー系 の、 ワークショップとかも行っているんですけれども、はい、その中で、まあ、特にその、まあ、日本語に造形の深いゆきか先生がですね、ずっとなんかこの3年ぐらいですか、特に、そういう霊気だったりとか、カラーセラピーだったりとか、はい、いろいろなこうセラピーの方も研究をされてこられて、その中で、まあ、そもそもずっと、まあまあ、研究してきた、まあまあ、生きてる時間のほぼ何パーセントか分かりませんけど日本語自体がちょっとすごく癒しの力だったりとか、何かこう、エネルギーの調整をするのにとても、有効なんじゃないかっていうことになんとなくこう気づいていたけれども、それをこう実際に調べてみるとやっぱり思った通りで、すごい波動を持った言語だっていうことに、まあ、気づかれてというか、もうそこに行き当たったというか、そうですね、うん、感覚で分かっていて調べてみたらやっぱりそうだったっていう感じですね。はい、その実際に、まあ、具体的には簡単なところから、皆さんできるところからいきますと、日本語の音、音を、まあ、発声していただくような形を一緒にとって、私がリードして、でその音を体の中にこう落とし込んでいく感じですね。例えば、まあ、母音がまあ一番わかりやすいんですけど、日本語の、まあ、母音って5つ代表的なものがあると思うんですけど、その5つの母音っていうのがやっぱり世界の中でも、世界の言語の中でもとても数が少ない方なんですよね。でその数が少ないのは、日本語の母音がこの自然の摂理ですとか宇宙が持っているフォースというか力の波動とそれぞれがっちりこう連携しているっていうことが分かってきまして、はい、他の言語っていうのは、まあ、いろんな発展とかの中で母音がその間の母音ができてしまったりとか、よく言う、まあ、英語だと曖昧母音ですとかね、はい、ああいうものがあるとその間の波動なので、ちょっとどっちに共鳴していいかわからないみたいな感じになるんですよ。その音ってそもそもわかりやすい波動じゃないですか、はい、波動なので、その音が日本語は5つっていうのがすごくこう宇宙と共鳴しやすい形で残っていて、それを一つ一つ、まあ、どのフォースが自分に必要か
っていうものを落とし込んでいく形で、まあ、宇宙と同じで、まあ、体の中、私たち自身も心の中も全部宇宙と同じようにできているって、うん、まあ、昔から心理学でも哲学でも言われていると思うんですけど、なので、まあ、宇宙って言うとちょっとピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんけど、例えば、あっていう音は体のどの臓器の波動と合っているとかっていうこととも結構合致していくんですね。で、まあ、あとはその重力ですとか、すごくこう、感情っていうものと合っていうのはすごくこう、合致していくんですけど、感情をすごくこう感じやすくするために、青。あーという音をすごくこう、響かせていくことで自分の中で。こう、バランスが取れていくっていうんですかね。そういう形のセラピーで。発展すると今度その青を自分の体のどこにこう、入れていくかってことができるようになってるんですね。フォーカスして。で、この臓器や、この自分の感情に青の波動を入れていこうみたいなことができるようになってくるんですよ。なんかそういった感じの、なんかわかりますかね？イメージ、実際に今やってみてもいいかもしれない。簡単にどれがいいですか？今必要そうな、うとかでいきますか？でも赤いんじゃない？赤いんじゃないですか。はい、じゃあ実際に今もう特別大、はい、出血大サービス、皆さんも頑張ったら、はい、今日はね、会場の方にスタジオの、はい、視聴者のゲストの皆さんもいらっしゃっております。スタジオゲストの皆さんです。はい、ありがとうございます。そしてゆきかさんの方で、今ね、セラピーの様子を、やっていただけるということなので、ね、ちょっとじゃあ大丈夫です。結構音を出しますけど、はい、どうぞお願いします。じゃあちょっと私が出すあの音をこう受け取る感じで、それに合わせてついてきてもらうんですけど、最初聞いてもらっていいですか？あー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 って言ってみてください。あー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 していきますか。じゃあ重力とか感情が一応テーマです。あすごくこう波動が感じられるようになるんじゃないかと思うんですよね。どんな言葉もっていうか、例えば かとかたとか、はい、はとかって結局最終的にはあーに変わっていく。そうですね。その母音に全部変わって、母音が一番そうです、うん、なのでメインなんですけど、一応その今のこの音の出し方のやり方だと結局母音が一番有効なやり方っていうだけで、要はかとかさとかもその音を出しているその最初の瞬発力の部分は違う音が出ているので、うん、母音自体はあなんですけどね、うん、それはそれでまたもっと細かい意味は違う波動はもちろん生まれてるんですけど、今のやり方だと母音が一番有効なやり方になりますね、うんうん、すごく普段私たちってね、普通にこう日本語話してますけども、こうして改めてそのあの音を聞くと、あ、こんなにあの響きってこんなにバイブレーションがあったのっていうのをなんか改めて思いましたですね。はい、なるほど。まあ、これが日本語セラピーということで、なさっているということでございますね。はい、では、続いていきましょう。日本語セラピーで、あ、今こちらの写真ね、今ゆっかさんのお写真がありますけれども、はい、まさしくその日本語をね、美しさとか日本語の奥深いところをね、こう伝えていく、そうした、まあ、伝道師のような、うん、そうしたミッションを持っていらっしゃる方なのかなっていうふうに思いますね。はい、そして、お預かりしたお写真、次のお写真いきたいと思います。こちらですね、これ今うちのスタジオの方にも実はねあるんですけども、これヒマラヤソフトですかね、ライト。そうですね、はい、はい、これはどんな時のお写真なんですか？
これ瞑想会の写真ですね、はい、新月瞑想会の前にこのちょっとした日本語セラピーを取り入れて、はい、皆さんで波動を整えてから瞑想をしていまして、はい、その時の写真ですね、はい。まあ、このヒマラヤソルトっていうのがなんかその場の空気をこう浄化したりとかね、そういうので効果があるんじゃないかと言われていて、実はうちの今スタジオにも、ヒマラヤソルトのライトが置いてあるんですけども、なんかとってもこう柔らかな優しい感じの色合いが出ていいですよね。はい、今ちょうどユッカ先生のお隣にふんわりと置かせていただいておりました。はい、さあそれでは続いてのスライドの方をねご紹介していきたいと思います。はい、続いてはこちらなんですけども、各種セラピー系ワークショップね、日本語の、先生を養成される講座とかね、日本語のクラスだけではなくてこうしたセラピー系ワークショップも、なさってるということなんですけど、具体的にはどんなお教室があるんですか？とまずは、はい、最近行ったのでは、はい、エンジェルクリエーションって言って、はい、さっきも少し紹介させてもらったんですけど、まず、まあ、私の方で、はい、瞑想を、行って、まあ、自分の守護天使を感じたりとか、そういうこう展開、エンジェルがいるっていうところを何か感じてもらって、その後にゆきか先生の方がその、まあ、粘土みたいなね、ちょっと、まあ、よく伸びる、はい、特殊な素材がで作られている粘土、コネコネランドっていう、あ、そうです、彼の女さんが、はい、そうそうされているところの粘土なんですけど、うん、そちらを使ってエンジェルを作るというエンジェルクリエイターの、はい、資格を持ってらっしゃ持っているので、院長先生から直々に、はい、そうですね、伝授していただきました。ああ、そうなんですね、はい。そのお写真がお預かりしているのはこちらだと思うんですけども、可愛らしい、ね、ちっちゃなエンジェル、カクカク皆さんが作ると色合いとかもその時のね、きっと思いで作るんでしょうね。それがまたその人の気持ちが色に現れたりなんてこともあるのかなと思いますけども、うん、何か手先のものに集中して作り上げていく時って自分の中のいろんなもの出てきますよね、喜びとかね、間違いないですよね、はい。そしてもう一つお写真がありますけど、こちらはどんなワークショップなんでしょうか？こちらはマンダラアート、マンダラアート、カステルアートですね、カステルアートですね、はい、はい。こちらも一家先生の方がインストラクターの資格、マンダラのパステルアートですね、はい、持っているので、まあ、同じようにまずは瞑想をして、はい、ちょっと、まあ、心を落ち着かせた後に、まあ、さっきのキムさんがおっしゃったように、はい、まあ、マンダラの中に入っていくうちに、まあ、自分の内面が出てくるという感じですかね、はい、あと、まあ、その一家先生の方がカラーセラピーとかも、まあ、オラソーマーだったりとかレベル1を、ね、この2まで、はい、今で終了しているので、まあ、そういったことも含めたりして、まあ、簡単なんですけれども、その方のこう心の状態だったりとか、このパステルアートから、まあ、みんなでこうシェアをしていきながら、はい、こういう感じがするけどどうとか、あと、まあ、全然みんなでね、私はこういうつもりなんだ、こういう気持ちが出てきましたよとかいうのを、まあ、自由にまあ共有する時間なんかも取ってますね、はい。全体的にはそういう、なんだろう、シェアリングっていうのかな、共有することをすごく大事にしているので、まあ、養成講座の授業もそうなんですけれども、まあ、養成講座の授業にしてもこういったセラピーにしても、私たちがこうなんていうのか、一方的にやり方を教えたりとか、こうですよねっていうんじゃなくて、まあ、基本的なところはもちろんガイドはするんですけども、あとはその学生さんだったりそのワークショップに来てもらってる方がどう感じたかとか、はい、どう思ったかっていうのをすごく引き出せるようには、うん、大事にはしていますよね。そこから本当に思いがけないことたくさん出てきますしね、うん、なんか教師をずっと、まあ、20年以上やってるんですけど、はい、そのなんか私の中では醍醐味で、うん、こう与えるだけの授業だと自分の中以外のものは広がらないんですよね、当たり前なんですけど、うん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 、でもやっぱりこう学生さんや生徒さんの方にいろんなことをやってもらったりシェアをしていくと、うん、本当に想像以上のものがいつも出てきて、うん、はい、こう人間の能力って限界がないんだなって毎回毎回こう思わさせてくれるんですよね、うんうん、そうですね、うん、
もし、まあ、そこでもよく話題になるんですけど、あの、で、内面をみんなでこう、なんていうのかな、さらけ出していくと、結構そこの場に集まっている方々って、まあ、一期一会ではないんですけど、必ず意味があるんですよね。そうですね。今日もそうでしょうね。うん、そう、ここでね。なので、なんかそこで内面の話をしていくと、あ、私もそうだったとか、気づいていなかったけれども、なんかそういったところを自分も、実はこう蓋をして気づかないふりをしてきてただけだったっていうことをこう誰かがそれをこう明らかにあの晒して さらけ出していくことで、まあ、じゃあ、うん、自分もこうなんていうのかな、こう素直に出せるようになるきっかけになったりとか、うん、でやっぱりこう学び合えるというんですかね、うん、はい、そういうの集団力道ってなんか心理学で言ったりもするらしいんですけれども、そういうこう集団でやることの意味だったりっていうのをすごく感じますね、うん、なるほどね、お待ちしてます、はい、よろしくお願いします。皆さんね、じーっとあの見てくださっているんですよね。じっくりじっくり気を殺して見てくださってるんですけども、あの、まあ、今までの既存の、ね、テレビ番組と違うのはやっぱインターネットテレビということで、これ面白いのはそのこれを、まあ、ここオコドコスで発信すると、うん、世界中どこにいてもですね、インターネットさえつながる環境があれば、まあ、スマホとかパソコンでも見られて、でさらに こちらが一方的にね、あの情報を発信するだけではなくて、皆さんからもね、はい、あのコメントをいただいて皆さんを巻き込んで番組を作ることができますので、ぜひお待ちしております、はい、ご質問などもございましたらぜひこちらのソーシャルストリームの方にお待ちしております。そして実は今日のこの配信なんですけども、とっても面白い経緯で今回のこの配信がね、今日決まったんですけども、それの一つきっかけになったのかなと思うのが実はこちらなんですね。はい、これ瞑想会ね、チャルクさんの方でされていらっしゃるんですが、先月、蟹座の新月がありましてね、その時に、あの、ジャルクさんの方で、瞑想会ありますよというお知らせがあったんですけども、うん、これちょっと、その時のお話をご紹介していただいてもよろしいですか？そうですね。はい、あの、もうこれで1年以上ですね、1年半。サンシャインコースト移ってからだから、ちょうど1年半ぐらいですね。うん、新月があるたびにやってるんですけれども、あの、まあ、サンシャインコーストっていうこともあって、まあ、そもそもこう、誰でも参加していいですよということで、はい、あの、まあ、集っていつもいるんですけれども、あの、なので、まあ、一応実際に来ていただける方は私の方であの瞑想のガイドをして、はい、あの、まあ、誘導をしながら一緒に瞑想するんですけれども、まあ、遠隔で参加してくださる方にはあのオーストラリアのサンシャインコーストに意識を向けてくださいということで、はい、あの参加をこう呼びかけているんですけれども、はい、で今はそのさっき皆さんであーって言った日本語セラピーも、うん、あの取り入れていますので、まずはその最近の流れとしてはゆきか先生の方から日本語セラピーのその波動調整っていうのかな、皆さんにその時に必要な音を出してきながら、みんなでその場の波動を一応こう体だったりとか、はい、その場所 あのエネルギーを整えて、その後私の方で瞑想をしてるんですけど、はい、で実はその最近ですよね、その瞑想会を Facebook のもいわゆるイベントページ、はい、まああの、あのきよみさんとかいつもあの教えてくださってるイベントページを、まあ、作ってみようということになって、作ってみたところやっぱりさすが Facebook なんですけれども、はい、いろんな方からやっぱりあの参加してみたい、遠隔でもあの入りたいということ でそこできよみさんのね、なんか優しいコメントをそこでいただいて、で、きよみさんも一緒にその時には入ってくださったんですよね。はい、そうですね。うん、で面白いのはやっぱり遠隔でやってるんですけれども、やっぱその時の参加者の方によってあのエネルギーすごくやっぱ違ってたりとか、あの、後でその、まあ、コメントなんかでやり取りをすると感じていたものだったり受け取ったメッセージがあの違っていたりっていうこともあります。あ、同じ、ね、うん、メッセージを受け取ったりっていうことがあります、ね、うん、繋がってるなって思いますね。そうですね、はい、そうですね、まあ、この新月の蟹座の新月だったと思うんですよね。はい、はい、それで蟹座新月の、瞑想があって、その後に直美さんから一通メールをいただいて、うん、その前に私があの毎日ね2時からライブ配信をしてるんですよ。毎日やってますね。はい、今何日目なんですか？25日目ぐらいです。あ、すごいですね。はい、それで毎日やってるとちょっとネタがなくなってくることってあるんですよね。どうしよう、今日何話そうかなってネタがなくなってくる時があって、その日は結構ギリギリまでどうしようどうしようと思っていたら、この間日本に帰った時にこちらのアンアンという雑誌があるんです。こちらのですね特集が
これ響きました。日本、美しい日本語が私を変えるというこのタイトルだけでもこれ手に取って買ったんで、とてもいい内容でした。でこの内容に書かれていたもので、例えば私たち日本人でも敬語とかね、謙譲語とかちょっとこう分からなくなっている部分がありましたよね。そこをもう一度こう再確認できるようなとてもいい特集があったんですよ。でこのことを、ライブ配信で1時間ぐらいお話をさせていただいた時、直美さんがたまたまこうご覧いただいていてですね、でもご連絡をいただいて、あ、日本語だったら私たちもうね、本当に専門でやってますから、よかったら日本語についてお話をさせていただけないですかというメールをいただきまして、今日ということになったんですね。はい、それで直美さん、このお日にちを選んでいただいたのって何かやっぱり思いがあったんですか？特にこの8月9日っていうお日にち。そうですね、実はありましたいつか候補いくつかあって、もちろんその、ケミさんもねお忙しいので、これで大丈夫かなっていうのはあったんですけれども、まずいくつかあるんですけど、一つ目は今日は私長崎出身なんですね。それでもしねよろしければ、どういう流れになるか分かんないんですけれども、やっぱり日本人どこに行ってもやっぱ日本、そうですね、唯一原子爆弾の被害を受けたっていう、国ですの で, でそこの、6日が広島、そして今日が長崎ということで、そこの意味というかね、そこもやっぱり日本語話すイコール、イコールという、ない時もありますけど、日本人として生まれてきた一つの使命っていうのが、やっぱり愛を広めていくことだと思っていて、で私はなんかちょっと感情的だみたいな大丈夫かなと特にこう反対、何かに反対するとかっていうエネルギーよりも、なんか何かね、こう大きい勢力のが何かを決めたとしてもですね、私たち個人にはすごく愛が絶対にあるので、その愛を伝えるね、いいっていうのはあれなんですけど、機会になるといいかなと思っています。で、一つここはちょっと、お話しさせていただきたいんですけど、私はその長崎に生まれ育って、で8月9日っていうのが、すいませんお聞き苦しくなっちゃって、いつも登校日だったんですね、で多分6日は広島ではその登校日だと思うんですけれども、でもね一度たりともこう責めたり誰かを責めたりとか何かが良くなかったっていう話を聞いたことがなくて、で常にこうそういうことが、悲しいことがあったけれども、でも私たちはそこから学んで、こうより深い愛、愛っていう言葉は多分その時には使ってなかったんだけれども、今思えばそのことを受け止めて、じゃあどうやって自分たちが平和の大事さをこう伝えていくかっていう役割があるかっていう平和教育を受けたので、私は、そうですね、なんかすごくそれは良かったなと思っていて、なんかそれはすごく私は戦後の平和教育の中でも私はいいこと、方向性だったと思うんですね。いろんな方向性のいろんなやり方は他にもあった中でも、なので全く私はその攻撃した国に対してどうだとか、今後ね日本がどういうふうに勢力としてやっていきたいかということはいろいろあるかと思うんですけれども、今話したように私たち個人が愛の大切さだったりとか、私たち個人の中で人を信じたり、自分たちの愛から全てを変えていける、自分であり、こうやってね、今お会いしている人たちだったり、家族だったり、家族とか、あとその社会の中での愛を感じることがやっぱり平和の一つのこうなんていうのかな、最初の一歩だと思うんですけども、それを何か、日常的にやっていく役割が一つあるかなと思っていますね。なのでそこを、そういう印象もあったんですね。そうですね、今の話を伺ってて思ったのは、特に私たち外国に住んでるからっていうのもちょっとあるんですけども、日本人の意識の誇りの高さというか、例えばやられただったらそれ以上にこうやり返そうというような思想の国もこの地球上にある中で、日本人はこれをじゃあ自分に起こったことは不幸なことであるけれども、これを受け止めてさあそれでは今からどうしようかっていうふうに考えられるこの民族性っていうのは本当に誇りが高いなというふうに改めて思うわけです。そして長崎ご出身の、直美さんがお小さい頃からやっぱりね地域でそういうような教えを
学んできたということは、これ本当に改めて素晴らしいですよね、うん、私たちの祖国っていうのは本当に意識が高いなというのを改めて感じますね、うんうん、はい、本当にね、世界にもう例を見ないような大きな被害に2つの都市が見舞われたということもあって、うん、今日はその長崎の、ね、うん、原爆が投下された日だったということでございますけど、70年ですか。そうですね、70回目でした。70年目になりますね、うん、70年というとそんなにすごく昔の話ではまだないわけであって、うんうん、で終戦から考えてみると、私たちが生まれた昭和の時代も戦争があった時代からそんなにすごい昔の話ではないわけなんですよね、うんうんうん、そうですね、うん、ですね、おそらく各地で今日、まあ、この8月というと終戦記念日もありますけれども、うん、で8月というとお盆もありますし、うん、日本人にとってはこの霊性というのかな、こう亡くなった方とか先祖の方をこう思うような、うん、そんな特別なあの時でもあるのかなと思いますよね、うん、そうですね、はい、そしてまあ私8月9日というのは直美さんの方からね、ご提案があって今日になったんですけれども、まあ日本っていうのはこう四季の移り変わりとかでね、季節的な暦なんかありますけど、昨日ちょうど日本では立秋でした ね、 ちょうどまあ土用期間って季節なんて4回あるんですけども、この夏土用っていうのはね、日本では皆さんおなじみだと思いますけど、土用期間中っていろいろなことがこうね、不具合があったりとか、ね、具合が悪くなったりとか、ものが腐りやすいとかなのもありますけど、それがちょうど明けたタイミングで今日お越しいただいて、うん、で季節が逆さまのオーストラリアの方では、まあ、日本の暦がそのまま当てはまるわけではないかもしれませんけど、私たちにとってみると、まあ、立春に当たるような、うん、春を迎えたというような、そんな第1日目にこうした配信をさせていただける機会をいただいたということになりますね、うん、はい、さあそれではですね、もう一度こちらの方スライドの方ご覧いただきたいと思います。はい、日本語道の、ジャルクさん、ね、今日お話を伺ってまいりましたけども、日本語教師養成講座以外にも、まあ、非常にですね、心の奥深いところにこう触れるような、うん、そんなセッションなんか、ね、ワークショップなんかもされていらっしゃるということですけども、このサンシャインコーストということで、前半にもお話ししていただいたんですけども、皆さんにたくさん来ていただきたいですね、うん、このオーストラリアサンシャインコーストコースもそうですけども、 そして、まあ、朗報といえば8月1日からまたね、サンシャインコーストとゴールドコーストの中間地点に州都のブリスベンがありますけども、そこに成田の直行便が、就航しました。お疲れ様でした。帰ってきました。ジャルカンタスのね、便が毎日こないだのに飛んでいく便が、以前あったんですけども、一度こうなくなりまして、何年か経て、今年の8月1日からまた復活したということで、ゴールドコーストの方にもね、ゴールドコースト空港というジェットスターが飛んでいる空港があるんですけども、2箇所からね、アプローチしていただくようになりましたの で、サンシャインコーストの方はブリスベンからだと1時間ぐらいの距離になりますから、ね、また便利ですよね。はい、そういったこともありますので、先ほどいただきましたサンシャインコーストのお写真をもう一度皆さんにご覧いただきながら、ぜひこのサンシャインコーストに、ついてですね、お二人にぜひ来てくださいというようなね、メッセージをいただけますでしょうか。はい、お願いします。そうですね、まずは先ほども少しお話しさせていただいたんですけど、まあ、今お写真に写っている通りで、はい、サンシャインコーストの魅力ってやっぱり山と海、はい、どちらもその山のこうすごいこう地球のね、エネルギーがすごくもう出てき湧き上がっているようなエネルギーと、やっぱり海、海水というのもすごく浄化の力が強いですので、海、まあ、特にビーチがね、もう本当にもう何十キロとビーチがずっとなんていうのかな、つながっていますよね。そうですね。なので、まあ、私たちシドニーから来たので、まあ、ビーチはね、はっきり申し上げてそんなにな、まあ、最初はね、なんていうのかな、そんなに珍しいものではなかったんですけれども、はい、やっぱりサンシャインコーストのビーチはより、まあ、さっきキムさんからもご紹介いただいたように、まあ、手つかずで残っているところも たくさんあったりとか、とてもなんだろう、長い海岸線が多いですよね、うんうん、シドニーだともっとこう岬がたくさんある感じ、はい、ヘッドランドってよくこっちで言いますけど、岬がちょこちょこあって、まあ、それはそれでまた風光明媚なんですけども、サンシャインコーストこうまっすぐな、まあ、上の写真にあるようなまっすぐな海岸線がまあ何十キロも続くという、本当に雄大さをよりこう感じていただけるっていう場所でもありますよね、うん、他にすごいナチュラルですよね。ナチュラル、うん、その手つかず、手つかずっていう言葉がそのまま当てはまりますけど、うん、なんだろう、
なんか自然ってそのままでこんなに素晴らしいんだっていうのがすごく感じられるって言ったらいいんですかね。それは人も住んでるのになんかうまく共存している感じ、そうですね、がありますよね。日本からも成田から直行便でブリスベンに飛んできていただいて9時間ちょっとですけれども、はい、そこからまあお車で1時間ぐらいの北上したところにあるということ で、まあ、日本からのアクセスもね本当に便利になっておりますので、ぜひお出かけいただきたいですし、またこう3ヶ月間というね限られた時間で自分をこう見つめ直してっていう時間も持てるんじゃないかなというふうに思うんですけども、ジャックさんのウェブサイトの方をね、ご紹介させていただこうと思います。はい、こちらになります、はい、舞台は地球、ね、地球です。日本語教師という仕事ということで、ウェブサイトの方を今ご覧いただいておりますけども、日本語教師の養成講座を、まあ、メインとして、なさっているということですけども、その他各種コースの方がこの、ね、ウェブサイトの方でご紹介をしていただいているんですけども、アドレスの方ですけども今ご覧いただいております、www.jalc.com.au/はい、www.jalc.com.au/ ということで、こちらのメインページの方に行っていただきますと、JALC さんのですね、このウェブサイトの方をご覧いただけます。でこちらのウェブサイト本当によくできていてですね、インタビュー映像がたくさん入っていたりとか、はい、これブリスベンの吉江さんインタビューですよね、加藤さんのね、吉江さん、ゴートコートセミナーの方でもご縁のある素敵な方なんですけれども、彼女のインタビューがあったりとか、まあ、生徒さんのお声があったりとかねいたしますけれども、まあ、サンシャインコーストというのは地図で見るとこの辺りになります。今私たちが配信しているのが、サンシャインコーストの下ゴートコーストですね。はい、車で2時間ぐらい、南下したところにありますけども、位置関係としてはこの間になります。で最初にコースとコードコースの間にブリスベンという大きな州都の都市がありますね。はい、まあ、こちらのウェブサイトの方ぜひご参考になさっていただきたいなというふうに思っています。次回の日本語教師養成講座なんですけども、いつ頃スタートがあるんですか？直近ですと直近8月17日月曜日、はい、もうすぐですね。もうすぐですね。今月、はい、はい、お盆が明けたぐらいから、ね、ということでございます、はい、なので、まあ、一応17日からのスタートなんですが、はい、今は先ほど写真でも紹介させていただいたんですが、少人数で行っているのもあるのと、あと、まあ、フレキシブル通学だったりとか、まあ、若干の まあ、受講される方のご都合なんかも聞きながら、はい、独自のカリキュラムもまたね、まあ、決まってるカリキュラムもあるんですけれども、はい、その方のスケジュール、通学スケジュールなんかもご相談できますので、はい、17日だとちょっとっていう方ももしチケットさえ取れればもうすぐにいつでもご相談いただければ、はい、おとといぐらいにジェットスターのジャパンスペシャル出てましたね。そうですね、私も京さんのベースでしました。うん、そうですね。あとカンタスも今、うん、ジャパン就航スペシャルなんかをやってますので、そうですね、はい、ブリスベンの就航で、はい、私も早速予約をしましたけれども、うん、まあ、そういった感じでカンタス、ジェットスターと2つ のエアラインがね乗り入れておりますので、うん、カンタス便に関してはカンタス JAL ですので、 JAL のマイルなんかも貯めていただけたりというポイントがありますので、うん、日本のお客様にはますます、ね、お越しいただきやすいのではないかと思います、うん、はい、まあ楽しいお時間ってもう本当にあっという間なんですけれども、はい、今日はスタジオの方にですね、地元に在住の素敵なゴードコーストビューティーの皆さんにもスタジオ見学の方にお越しいただきまして、この後2部の方でね彼女たちにご登場いただきますけれども、はい、とてもキャラクターの濃い方たちが楽しみです21時からゴードコーストレポートということでね、お送りしていきたいと思います。さて、もう一度カメラのメインカメラに戻していきますけども、いかがでしたか？本当楽しい時間あっという間でね。そうですね、はい、ありがとうございました。今日もご覧いただきました、ご感想をそれぞれいただきましょうか。はい、じゃあゆっかさんどうぞ。いやー、はい、まずもうここの、まあ、スタジオ初めて、はい、来させていただいたんですけど、すごいこうエネルギーがいいですよね。ここいいですよね。高い台でとてもいいですよね。そう、場所とでまたこのね、はい、ソルトが手伝ってくれてまして、可愛いワンちゃんと、はい、はい、スキップ、スキップ、スキップはちゃんと自分も映りたくて、定位置に、もうね、映りたくて映りたくて、定位置の方にこんな感じでお客様の足の方に定位置に映っているんですけどね。はい、でもなんかすごくこう。
気持ちがいい形でお話がすごくできたことが一番嬉しいですね。よかったよかった。はい、なみさんいかがですか。はい、私も本当に今お話にあったように、一家さんのね、気持ちがいいというのがすごくいい感じ、環境でこう後ろに私に、ね、ここエンジェルがですね、ひそかにもずっと私のここに行ってくれるんですよ、ね、たくさんいてすごくやっぱりリラックスできて、あと、はい、やっぱり清美さんのね、その温かいエネルギーも感じながらお話しさせていただけて、あとその8月9日の長崎の原爆記念日のことも、ちょっとまあ私の方がね、ちょっと感極まっちゃったところもあったんですけれども、お話しさせていただけたことがすごく良かったなと思っています。なのでまあこれを機会にね、また日本人として生まれてきた意味っていうのを、まあ、日本語を話してるっていうだけではなくて、ちょっと皆さんもね、ふと考えていただけるちょっとしたきっかけに なるといいかなと、私たちはね毎日願っています。そうですね、はい、このオーストラリアという地にご縁があって、ここの地で私たちは巡り合っているっていうのもありますね。日本ではなくて、オーストラリアだったんだなっていうご縁もすごく感じるし、今日ちょっとお時間でお話ができなかったんですけど、私と直美さんの出会いそうです、ね、実は本当に深いものがありまして、また第2弾第3弾で ね、また番組などをさせていただいたら嬉しいなと思いますけれども、はい、ということで、今回わざわざサンシャインポストの方からお越しいただきましたけれども、このインターネット TV はオンラインでも実は対談なんかもね、できますので、世界各国を中継でつないでですね、3元中継4元中継ということでさせていただくこともできますので、ぜひまた、そうですね、ご出演の方お待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、スタジオビューティーの皆さんもね、本当に盛り上げていただきました。ありがとうございました。でもそろそろお時間の方が迫ってまいりました。今日ゲストでお越しいただきました方、もう一度ご紹介させていただきたいと思います。今日はわざわざサンシャインコーストの方からね、はるばる2時間かけてお越しいただきました、JALC 日本語の教師養成講座の先生2人にお越しいただきました。一家さん、そして奈美さん、今日はどうもありがとうございました。